はい、皆さんこんにちは、ガムシロと申します。ということでね、アウトラスト続きをプレイしていきたいと思います。でですね、前回ですね、攻略を見た挙句最後死ぬっていうもう最悪な事態になりまして、ここのヒューズのうち2つは手に入れてたんですけどゼロからやり直しですね。まあいいや、続けていきたいと思います。この鍵を取るためにヒューズが3つ必要ですね。はい、じゃあ進めていきます。確かここに1人いたよね。あ、取った後か。ちょっと待って、先にこっち取っとこう。あれ、よし、あった、電池があった。これなんて書いてあるんだろうね、英語だからわかんないけど。じゃあまずは1個目ヒューズゲット、あと2つ。あ、もう、え、なんで来たの。ちょ待っ、なんで、どっから現れたよ。間違えた、危ねえ。あ、こう電池2つあるんだ。危ない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 。やべ、普通にいる。オッケーオッケー、来てない、来てはない。一旦閉めとこう。閉めて、ここもちょっとあれしとこう、塞いどこう。よし、完璧、ヒューズゲット。今んとこ大丈夫ですね。でここに電池が1個あったから、電池ゲット。すごくうまくいってる。なぜなら攻略を見たからです。ここだけですけどね、この先は分かりません。よし、電池入れるか。ゆっくり行こう。電池リロード。さあ、多分あいつが巡回してるから、巡回してくる前に、ここはね一回驚いたからね。ちょっと待って、先にここ閉じといて、ヒューズ持ったらこの人追いかけてくるから、その前に電池ゲットしとこう。ここの電池ゲット、で知ってるよ、ここのヒューズ取ったら追いかけてくるんだろう、その包丁持って。知ってるんだよ。さよなら。OK、 完璧、何も言うことはない。
最高だ。え、待って、あー落ちた。え、落ちた。え、これどうしたらいいの。電池なかった。電池ないの。まあ、電池10個あるからいいか。ちょっと待って、普通にあいつ走ってんじゃん。普通に走ってた。あ、ちょっと待って、なんでいけないの。ちょっと待って、入ってくんな。諦めろって。もうどうしたらいいんだよ。電池光ってなかった。ここらへん電池光ってないか。諦めたよね。諦めてない。普通にいた。リロード。ちょっと待って、これ、あいつ落ちちゃったけど、どうしたの？いけないでしょ。これどうしたらいいんだろう。あれ、あ、ま、最悪、もうボタン間違えた。電池1個無駄にした。こっちか、こっちっぽいな。違う。開けてどうする。よし。え？下か。違う、方向音痴が出てる。え、どこ行きゃいいの。うっ、死ぬ頭開く。開かない。こっち開いたっけ。触ることさえできないのか。え、
ったー。3階へのアクセス3階。電池がある。え、3階のアクセス、なに、ちょっと待って、誰だよあいつ、なんで追いかけてきてんの、どこ行ってんのこれ。おー、ちょ、あー、いけない、あー、危ない、あ、いた、こっちある、あ、ちょっと待ってこの状況で、MRD に対するオールライダーシン、オールライダー神話の簡単な説明をサポートスタッフ、マーコス、マーコフ社、これは補助かつ長期的な目的のためだけであり、治療中及び治療後の患者は一切関係ない。もういい、もう知ら、ちょ。なんで笑ってんだよ。えらい楽しそうな。どこ行けばよかったんだ。え？あいつが出てきたから。まっすぐ行った、あのなんか血のなんとかがあるとか言おったとこじゃないかな。ほら、あいついないもん。あ、ここじゃないの。え、3階って言ってたから上か。よし、ここか。オッケー。よし、上がれるぞ。あれ？またか。よし。痕跡、血痕か。血痕をたどりましょう。開かない。電池がある。え、もう暗いのやめてくれよ。結婚、すいません、くしゃみ出ちゃ。何してんの、やめましょう、そういうの。ふう、押したら死ぬぞ。よし、血痕をたどりましょう。ああ、落ちた。怖っ。って落ちた。ってやって上がるんだ。え？あ、
ここっぽいな。なん電磁ないの。あ、なんか光ってる。あった、電池、電池ゲット。落ちたよ。落ちたことは認めよう。よし。バッテリー入れなくてもえらい綺麗というか。あ、明るいのか。でもこっちの方が明るいな。あ、見えなくなるな。リロード。あ、もう何回落ちてんだよ。ちょっと待ってくださいね。上がって上がる。下見ながら行け。こうか。こっから落ちたんだ。暗いな。端から行こう。あ、ファイルがある。マウントマシップ精神病院患者であるシャーリー・ピアスの日記の抜粋。1952年から1964年。この切り傷の原因はどうして忘れてしまったの？数日経っても傷はとても深くて痛む。ニューハウス医師によると私は不注意みたい。どうやら無意識に催眠療法に抵抗しているみたい。でも早く良くなりたい。どうしてこんなことにしちゃったんだろう。ニューハウス医師は寝室で起こる興奮状態の一環だと言っている。かわいそうなブルース、私はとても苦しめられているの。ジャクソン夫人はそれとなく夫のような夫と同じような問題があるか聞いてみたんだけど話したがらなかった。彼女の主人も若い女性と浮気したんですって、医師は良かれと思ってやっているのだと分かっているし、スタッフに加わった政府の方も手助けがあるから私は大丈夫。薬を飲んで眠らなくちゃ。今夜はもっといい夢見られるといいな。はい。患者の日記を手に入れたのか。上上がれない。あ、ここ行けるね。あ、違うか。何？うわーんって聞こえたけど、こっちも行けんのか。こっちは行けない。電池も落ちてない。もう、突然底抜けたりするのなしね。あれ？電池ないのか。ちょっと合ってんの？ちょっと待って。向こうは何だったんだろう。こっちも行けるのか。あ、こっちっぽい。うわあ！矢印書いてある。あ、こっちからでも、あ、一周してきたな。こっちからでも行けたんだ。ここと明るいところがあるから明るいところから行きまーす。じゃないと怖いんでね。間違えた。この筆跡を知っているマーティン神父はここで人を殺したんだ。ここにある箱から全てのファイルがなくなったと彼が言っているのは嘘なのか真実なのか記録があるのか。それこれらの政府機関の書類のようだ。少なくとも30年いやもっと古いものの CIA の MK ウルトラについて考える。マインドコントロール、虫の羽音は止まらない止まらないだろう。どういう意味？
いや、よく意味がよくわからないけど。ん？ああ、特に、まあ、なんかあるわけじゃないのね。電池ないからちょっとダッシュで行こう。ここか。でもさっき閉められたもんな。ガシャンって。あ、リロード。待って、普通に来た。いや、普通に来た。ちょっと待ってくれ。いや、来た。ちょっと待って。え、ここはどこ？いや、普通にいる。あ、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、怖い、やばい、やばいよー、これどうするよ。っていうか、な、しつこくない？やばい、よし、もう、いや、普通に開けてきた。やめてください。ここでいいの？電池ない？電池も、電池とかいいや。ごめんなさい。なんか喋ってる。怖い。何なんだよあいつら。これいけるか？いけると信じて。うわっ！あ、やばい！カメラ！あ、待って、カメラ！あー、カメラ、俺のカメラ！お、嘘だろ？あ、しかも、入ってきた。おお、どうすんだよ。俺のカメラ。暗闇を移動するにはビロカメラが必要です。降りるしかないのか。誰か入ってきたって、入ってきてたよね。大丈夫これ。カメラがないと。え、どうすんの？いや、進んでも意味ない、電池取っても意味ないし、どうしたらいいんだ。カメラがないとだいぶクリアだな。ああ、何をビビってんの。こっちだな。こっちしか行き道がない。あ、ごめんなさい、音が鳴っちゃった。真っ暗で何も見えない。
あ、え、トイレ、あ、降りられる、降りられるけど、何のために降りたの？カメラがないからズームもできないよ。いけるわけじゃないのか。光のある方へ行かないと思う。どうしよう。くそ。めちゃめちゃビビった。誰かいるよ。大丈夫？いや普通に壁、どうしたどうした、壁伝いに。これ大丈夫？近づいて大丈夫？ね、ちょっとカメラ知らない。うわ、ごめんごめん、あのガン見してるとこ悪いんだけどさ、ちょっとカメラ知らない。僕のカメラちょっとなくなったんだけど。あ、開いてるとこあるね。真っ暗で何も見えない。こっちか？ん？あー、こうか。こっちで合ってんのか？一応光がある方へ行ってるけど。あ、カメラがある。カメラが撮れない。え、なんで撮れないの？ちょっと待って。目の前にあるじゃない。手伸ばせよ。おい、なんで撮れないの？いや、あるじゃん。なんで取れないの？え？あ、回り込むのか。3階への道を見つけましょう。あ、そんなのなしだろう。電池なかったのにこっちよ。ちょっと待って、取って、電池満タンになってる。ああ、はい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 。クソ女、クソ女め、女じゃないよ、男だよこっちは。ああ、がんカメラが、これどこ行ったの？めちゃめちゃに走る。ああ、痛い痛い。こっちか。こっちでいいのか。分かってない。あまり分かってない。大丈夫か？合ってる？大丈夫？ここ上がるの？そういうわけじゃない？やばい。ちょっと何人も来んな、何人も。やめてやめて、そんなんなし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 。何人も来るのはなしだろ。開いた、もう。なんだよ、
じゃあ取って、はいはい、女じゃないです、はい、女じゃないです、私男です。あ、ごめんなさいごめんなさい、痛いよ、早速殴られました、痛い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 、カメラの調子が悪い、非常に悪い、左側なんかやばいことになった、いた、めちゃめちゃ追いかけられてる、いって、もうまた死んだ、もう何回死んねんの。よし、本気出す、まあ本気出したところであんまり変わらないんだけど、痛いよ、早速殴られましたね、いけんのか、いけない、登れる、登れない、こっちもいけない、こっか、いや違う、あ、こっちじゃないのか、いやこっちじゃない、あ、いた、もう来た、ここ登れんの、登れないの、登れるじゃん、バカが、登れねえだろ、ここバカがとか言っちゃった、ごめんなさい、あまりこういうこと言うと良くないね、ああ、一段落、一息つけるか、はあ、左側が割れてるよ、もうカメラが、大事なカメラが、このカメラ高かったんだぞ、上がったはいいけど、どこ行ったらいいの、どこ行ったらいいの、どっから来たっけ、あ、じゃここじゃないのか、あれ、あ、あった、方向音痴マンです、間違えた、ん、あ、こっちか、おっと電池がある、もう電池はないのかな、え、どうしたどうした、なにそのガチビビりしだした、これ登れんのかな、登れるやん、リロード、マーティン神父を見つけましょう、思いっきり穴開いてるね、はい、こっちでよかったのかわからないけど、開く、ここ、開かない、なんだ、こっちに行けってことか、その前にさ、あ、こっちは意味ないのか、は
ああ。ちょいちょい映像が見られるな。乱れるな。いや、こっち意味ないな。え、あ、危ねえ。普通に落ちたけど。え？落ちてよかったのか？落ちてよかったのかすらわからないけど。あれ？落ちたらダメなんじゃない？落ちてよかったのか。あれ？なんだ、どうなってんの？ん？いや、落ちたらダメだったらしい。絶対触るなよ。うわあ、もう怖っ。触るなよ。間違えた。Only one way. Only one way. こっちの方が見やすい。顔整形するといいよ。あ、閉じ込められた。え、あいつに閉じ込められたけど大丈夫か？ガンガン言ってるけど大丈夫か？何回もあそこで死んだしね。あ、病院に戻ってきてるな。いや、そりゃそうか。何の音？ちょ待って。え？何の音ですか？ちょっと待って。これさ、これなんか、でっけえ男がいるような気がする。ほら。ほら。うわー、やばい。やばいやばい。ちょっと待って。やばい、こう隠れる場所がない。やばいやばい。ちょっと待って。うわ、終わった、終わりました。あー、痛い。助けて、助けて。どうしたらいいの。うわー、もう死んだし。普通に何だよ、今回何回死んでんの？あー。なんだこれ。やばい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 。痛い。あー、バカ。間違えた。あー、死んだ。もう何回殺されてんだよ。やばいやばいやばい。何にもなかった。こっちの部屋かと思ったのに。これいけないの？なんでいけないの？ちょっと待って。もう行きます。
ここだ。こっから先は見てません。あー、こっちか。何の部屋だ？ドキュメント落ちてっけど。ウィリアム・ホープ。部屋心理。今朝ビリーと交わした興味深い会話。白い場所で治療についてウォルニッキ博士と。とにかくビリーの友人という信頼医師のドイツの信用を植え付けている。おそらくウォルライダーを殺せるのはホレクジーと呼ばれる悪魔の何言ってんの。こっから上がるか。つかあそこの扉何。開かないのか。まあ、開かない方がいいけど。電池の1個や2個落ちてないかね。落ちてなさそう。なんだ。よし、もう電池ぐらいいい。もうこっちは8個もあるんだ。あ、こっちじゃない。こっちか。もうあの電池1個取るために何回死んだよ。うわ。首どうなってんの？首が曲がってはいけない方向に曲がってるよ。うわ。うわ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 。押して接触する。さよなら。なんでこんなとこいたの。あれこれ、違う、なんだなんだ。開かないのか。あの最初のとこかと思ったけど違うみたいだね。え？なんか映画館がどうのとか言ってたの。開きません。ちょっと待って、こっちは。リロード。すごい素敵な音楽流れようけど。なんかこっちっぽいな。ちょっと待って。じゃあちょっと待って、この下は何。下はいけないのか。もう
っちじゃない、こっちだ。ちょっと待ってくださいね。違う、こっちだ。2階に上がるか、こっちに行くか。開かない。何もないか。はい、この隙間から行ける的なことかな。この素敵な音楽は何、どっから流れてんの。おう、開かない。あ、うわー、口が縫われてる。ごめんなさいね、素敵な音楽流してたのに。せっかくなんか機嫌を損ねちゃったかな。機嫌を損ねたから襲ってくるとかはなしね。大丈夫か。ここはどこだろう。あ、ここで弾いてたのか。おお。え？ Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolph Wernicke, 14866. The films are real.There was no alteration to the footage at all, no trickery. 何これ。In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects. 脳腫瘍ができ始めたとか言ってるけど。わ、すげえな。みんな殺されてるよ。まあ当たり前だけど、当たり前というか。めちゃめちゃ隠れるところあるってことは追いかけられるんだろうな。え？え？ロッカーに入ってんのか。開かない。あ、たびたび手を洗ってください。なんだこれ、本当？やめてやる。やばい、開かない。
リロード。しゃがむか。電池。電池がある。うわ！いや、ここ行かしてくれない。いや、ここ先進めなくなった。もうやだー、もう。どっか行った。どっか行ったから進めな。ああ、では、あいつが出てきたから。こっちに行きゃいいのか。え？あ、こうこうか。これ怖いな。っていうか、俺めちゃめちゃやってない？これ。よし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 。あ、鍵がある。よし。3階でマーティン神父を見つけましょう。っていうか、一旦ここで終わろうかな。よし、じゃあ。すいません。一旦、ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。じゃあ、失礼します。さよなら。今日は、いっぱい死んですいませんでした。はい。じゃあ、失礼します。さよなら。